やどなってたしばやどとしみつだよろネットでね、調べ物した時に検索結果なんて7777件みたいなの出るじゃないですか。はい、出るね。でも本当に長すぎる言葉とか検索するとありませんでしたって、まあね、ちゃんとなるんですよ。膨大な量がね、あのネットには情報が転がってるんですけど、その中で1を狙おうと検索結果1、これを狙っていくという難しいチャレンジをしていきたいと思います。では、いきましょう。おお。ゼロでしょ、しかも。え、一件ゼロだって。あ、一件全然聞いてねえじゃん。1だよ。ゼロだって何でもいいじゃん。あ、そうか。逆にむずいからね、一件は。1はむずいと思いますよ。もうこれはシンプルに挑戦系なんで、はい、クリアしたら終わりなの。本当ですか。もうマジ終わりにしましょう。ショートになる可能性もありますよ、ね。もうなってねえよ。もう終わっちゃったよ。ちなみにリサイタルスのデジャビナは、ゼロ件なんです。おお、歌が出る前。あれ本当に千葉さん造語ですからね。何語の依頼とかなんないです。あれ何ですか、ね、デジャブがイナフでデジャブやばくないこれ。つまりどういうことですか。もうデジャブは十分だってことです。え、そうなのね。え、はい、それつまりどういうことですか。え、でやめろじゃやってみないと分かんないからね。もうどんどんやってみましょう。はい、順番に1人1回ずつで回していく感じですよね、はい、最初はグーチョキポイチョッパオーダー、はい、どうしよっかな。これにしてみます。こちら東海オブエアやるかな。これは誤字でもないしふざけでもないから打ち間違いでこうはならないからね。ゴー。こちら2560件ある。あー、ダメ。オベアってものがあるわ。おお、ディファールにオベアってものがある。オベアを届けるのが東海地方だったらどうとかね、そういう検索結果です。うわ、ダメダメダメ、そんな多すぎます。2500万引っかかっちゃってる。全部全部埋まっちゃってるよ。じゃあ僕の検索ワード、夢丸エロ。はお前ありすぎるだろ絶対。あるわ。あるに決まってんだろ。絶対夢丸すぐ夢丸スペースエロで調べる。すぐやるからな。じゃあ検索してみます。はい、オッケー。あれ4400万ですね。エロ、お前エロがよ、夢丸とエロが両方引っかかっちゃってる。そうだね。じゃあスペースは良くない作戦なのかもしれない。そうだね、つないでしかないよね、うん、昔ね、プロ野球選手にカミソリシュートを投げる平松投手だっけな、それ系でちょっとカミソリナックル、カミソリナックル、もしかしたらさ、この地球上で一人だけ完成させてるやつがいたら、そいつがブログ投稿したらそれだけの可能性あるから。まあそうね、はい、すごいけどね、カミソリナックル。どういうことみたいな。あ、うわ、お、え、67万件。おー、いい。メンズナックルとか引っかかっちゃいましたね。なるほどね。あとメリケンサッカー引っかかったよね。なんで今のとこ下手すぎるよ2人。マジ何十何万と何千何百万の。いや、一件っていうのは結局誰か個人ブログ投稿したうちのどっかボケた一言とかそういうことになってくると思うんですよね。モテるシャベル。これでモテるとシャベルが普通に出てくるようだったらちょっとやり方変えなきゃいけない。じゃあモテるシャベルだったら分かるけど、モテるシャベルって言い切ってるから。検索ゴー。うわー、普通によく喋る女性がモテるって出てきた。あー、そうだな。確かにね。そうだ、そうだわ。やるんだ。122万件全然ダメっすね。うわー、多いね。むずっ。俺はさ、そのない言葉いたじゃん、オベアじゃなくてちゃんとある言葉だけでやるとそんだけむずいってことだよね。そうだね、うん、俺もちょっとそっちで目指したいな。どうすればいいんだ。短すぎるとダメなのかもな。はい、こちら。はい、モーリタニアでつくし狩り。あー、なるほどね。のちょっとあんじゃないこれ。うわー、うまいよ。いる？いってみましょう。はい、おい、ゴー。つくし狩りが普通に出てくる。あの1200件。おー、だいぶ。あー、そういう系、そういう系じゃない？一番下にあるさ、このモーリタニアを消しちゃいますよっていうね。はい、私の検索ワード、サムハニを拝むカムテルス。はい。え、なになになに。すごいちっちゃい国のなんかこう観光地みたいに出てきたらいいかなと思いまして。何かに引っかかる系ね。じゃあ、いきます。はい。あー、ゼロ。ゼロ。これやりすぎた。やりすぎた。やりすぎました。ゼロは意外と簡単なんだよね、多分ね。うん、そうだね。適当打ちまくれば出ちゃうから。うん、え、どうしよう。今んとこ1200かな。こちらです。フローリング巻いてコルネにして食べる。投げー。投げー。あー、
んだからふざけたやつのポエムで、はい、なくはない。検索します。はい、42万件あります。まあフローリングも多分コルネも出てくるイコールリフォームみたいに繋がりますね。ここ途切れちゃダメだったこれ。ダメだね、うん、ちょっとオリンピックシーズンということで、なんかオリンピックをちょっと変えたふざけワードとかあるんじゃないかな、はい、というので、ゲボリンピックが考えたんですけど、多分これあるんですよ。あ、ゲボリンピックはあるか。ありそうだね、うん、だからまあちょっと変えてこのトシャンピックでいきます。もじり方下手すぎる。下手でしょこれ。これあったらそいつすごいな。はい、頼む。いけ。うわ。301件。うわー。すごい。急にめっちゃ減った。うわ、なるほど。これエロサイトなのかな。いや、これエロサイトですね。オシリンピックに引っかかってますねこれは。あ、一つのページの中に土砂とビッグが入ったんだ。うん、これもさっきみたいにそれぞれが引っかかっちゃうかもしれません。はい、変態特急パンチライナー。絶対出ちゃうって。イエーイ。11万。あー、行くね。パンチライナーっていう歌ありますね。やっぱこう一個一個じゃダメだな。ワードを増やしてみて検索ワード減らそうということで、父の兄の娘の旦那の呼び方。あー、おー、はい、なるほどね。どうなるんだろう。ウィル・シュメス主演。言えてなかったし。趣味一緒。はい、出ました。検索件数。300、400万。あ、300、400万。340万。300、400万。わからなかった。めっちゃありました。めっちゃあるやん。じゃんけんって今、人として変な感じに出たのがあって。シアマンケンって。シアマンケン。なんで半角なんだよ。半角なんですよ。中国料理屋とかである。ありそうだな。ほう。ちょないぜよ。ないよ。ないよです。ちょっと期待しちゃった。ないんだね、シアマンケンね。それくらいありそうだよね。ね。じゃあ、モンハンのモンスターの名前をもじった謎のブログを狙いました。ブログ好きだな。こちらですね。ソシャルダオラ。おお、あ、いい線いってるかも。ソーシャルディスタンスとクシャルダオラをかけた謎のワード。ソシャルダオラ。社会的なクシャルダオラ。多分すごい距離離れて戦ってる。いきます。はっ。あいつ暇って最強だけどな。うわ。え？ゼロですね。クシャルダオラではありませんかっていう。なるほどね。僕ですね。はい。あのヤバタニエンとかあるじゃない。うん、あのヤバいと長谷っていうパターンで、うん、新しいそういう系の言葉を作ってみて、おゲセンっていう言葉と、うん、気仙沼を混ぜてゲセン沼ーって。おーいいね。それ波線いいんじゃない。いいじゃん。いい、めっちゃいい、めっちゃいいでしょ。普通に使ってほしいもん、JK。ポップに納得いかない時にね、マジでゲセン沼ーって言ったら流行るの。あるな、これ。ある、ね、お願いします。 JK の皆さん、 JK の皆さん待ってますよ。479万。なんで消せないで出てきてない。あ、おい、めっちゃあるやん。めっちゃあったわ。あ、そもそも下線も出てくるし、パクリやん。普通に下線沼って言ってる人いるわ。いるんだ。いや、哲也すげえと思った俺もだった、ね、ちょっと撤回するのは負け申しといて。なんかめっちゃ恥ずかしいやんこれ。芸名からちょっと検索してみて、地方のちっちゃくやってるようなマジシャンを当てようかなっていうほうことで、タンブラム熊田で。マジシャンだね。832件。うわー、惜しい。惜しい。減ってくるね。減らせた今。端末祭りあるぞ。はい、めっちゃ端から待ってる人は今日は端祭りだっつうし。あ、なるほどね。あるよな。今岡ずんずん山。ローズンズン山。おー、番長とカズイにフルオズンズン山っていうステージがあります。16億4270万4670。おー、数字の羅列ゼロない。ワイルドヤでもうその先に2億2000万。この世のワイルド全部引っかかって、全部引っかかってますね。違う言うかな、って言った言葉をカタカナにしてました。176万。なあ、気持ち悪い。おー、ゼロ。ゼロか。マジでこの世のどっかのセンスねえやつが一人だけヘッコキーマン。いけ。え、こヘッコ、ヘッコが出てきてるわ、なんか知らんけど。何ヘッコって。あ、うわあ、え、よ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 
マジ？ヘッコとキーマンが入ってるサイトだけ出てきたんだけど、そうすると4件だけだわ。なるほどね。ヘッコ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 ツンツンってなんだろうね。不思議だなこれ。まあ、ないものなんですけど、PS6 って調べてみます。はい。え？今5ですよね。あ、まだ6の話出てないじゃないですか。いや、やってみ。何件かやそうしよう。180万ぐらいいくんですか。ちょっと借りていいですか。100万。いや、ダメです、ダメです。420万です。行きましょう。じゃあ行きますよ。420、え？1000万件。いや、でももう PS6 の話題出てんだ。当たり前だろ。あるわ。1から出るわ、なんなら。PS5 が出た瞬間から6の話なんて出るんだよ、どう考えても。そうか。あんなシンプルなんで4勝ち取れるんだな。ねえ。ヘッコキーマン。でもこの世にヘッコキーマンはいなかったね。いなかったね。いいよ、今使って、ね、結構キーマン、はい、ラッキーマンみたいな感じのキャラクター作ってん系で、まあ、よく僕が言ってるゴンガラガンゴがさすがにそれ以外聞いたことないんで僕ありそうだけどね。そこはさっきでもね、あったんでゴお前が言い過ぎなんだわ。普通にお前じゃん。俺やお前が言い過ぎたんだよ。おー、でも11件じゃん、ほら。とじみつが言ってなかったら1件なんじゃね。あ、だから普通にゴンガラガンゴンって言ってる人がこの世に2人いるね。まあこれもヘッコキーマーと同じやつで、インターンシップに行ってちょっとエロい言葉をいっぱい言ってた時のブログですね。ブログばっかやお前。ワイダーンシップ。いや、これシップだけ残しちゃうとただのシップがいっぱい出てきちゃうんですよ。ああ、ね、だからちっちゃい「う」をつけることによって呼ぼう。うわー、全然か。 4! うわお出た、すごい。いやー、みんな分かってきた、分かってきた。4あったよ。検索履歴きっしょ。きっしょいな。ありもしない発音がやっぱいいんじゃないかと。こちら「ザブーザブー」あってくれ。はい。おお、なんか、おお、大丈夫。3分前でちょっと自信がありますね。大丈夫ですか。ちょっと大丈夫です、はい、今後の情報にご注意ください。夢割れさせて逆に期待しちゃってるとかな。いや、これ出すよ、一件。濁音だけの検索だと結構少ないんじゃないかなと思って、まあ、ちょっと造語になっちゃったんですけど、バカザブギっていう。バカザブギ、はい、こちらです。ああ、なんかでもさっきの雰囲気感じるわ。ない余計やりすぎた。やりすぎだ。悔しいな。誰も打ってない5文字がさ、この世にまだあるってことすごいよね。確かにね。僕いきます。はい。さっきのゴンガラガン、いや間違えた、ゴンガラガンゴの、そこいいよ、仲間なんですけど、もう一個ランク上になると言わなきゃいけない言葉があって、こちらです。バチコーンから並んでいきます。え、そのシリーズなんなの。いや、それは地元の。いや、それはバチコーン、これはあるって言うでしょ。じゃあビックリマーク消すわ。大丈夫。出てきちゃったじゃん。ダメダメダメ。やめて。ああ、14万件もあったわ。チェ。めっちゃあるがい。言い方の問題でしたね。漫画の効果音。いや、もうこれはもう言葉じゃないんですけど、すすすぬすす。ぬどこでしょう。そう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 。いや、ワンチャンあるじゃない。ワンチャンね。すすすね。ない。ない。ないか。へい多いなお前。へい好き説あるよ。めちゃくちゃある。4000万重調に書くぐらいのレベルの漫画のタイトル。もうこのように存在しないであろう顔文字です。はいはい、それを思ったわ。うわー、すごい。こういうのね。これないでしょ。あー、どうも。あー、お前ちょっと待って。消えたじゃねえか。頑張って作ったのに。頑張って頑張って、もう一回、もう一回頑張って。機械下手すぎる。ああ、ない、記号はじゃあ結構シビア。もうポンポンいきましょう。お前ゴー。こっからさ、何でもいいから1最初に取ってたら勝ちでしょ。順番とか出してよ。で、なりふり構わん。デカシコログ。デコログの下ネタバージョンのデカシコログです。デコログないのよ、もう。デカシコログ、デカシコログない。ない。くそー。ガバチ。ガバチ。ガバチ、なんかありそう。特徴ガバチ出ちゃうんじゃないそれ。ね。あー、21000件。はえ。わー、ガバチとか出ちゃいますね。顔しちゃった、ウスってなっちゃった。
PDS ペインダンテ翔之助、はい、的な感じで、はい、ボインマンペ翔之助でいきます。おいボーボーじゃねえか。ボボパッチの助出てるやん。なんで関係ねえやん。もうどっかの劇団の座長です。ガンバビール座長なーい。はい、言います。27嘘で。めちゃくちゃあるなあ。なんだこれ。いや多分もともと有名じゃないであろう激渋沙汰太郎をちょっと混ぜたやつ。激収集太郎。くそー。シュート太郎ね。長いと短いがセットだけど、長いと小さいとかってこうセットじゃないじゃん。はい、そういうのを散りばめながら、バクビ超人拳。ボカーン、ピッ、ブイーン、ピッ。バクビ超人拳。ゆけ。うわあ。格ゲーに合ってしまう。うわ、結構ある。120万。ああ。迎賓館ってあるじゃないですか。ありますね。迎賓館みたいな感じで迎賓館あるって。これだったら変なものに引っかかったりしないんじゃないかなっていう。どうだ。あーでもこれでも分けられちゃうか。下品で違法感が下品ですってことやっちゃう。ダメか。これです。ドン。おかざき。うるさい。はい、おかざき強いよ。いきますよ。ドン。ちょっと見よこの人。まさに半角で、おっかざきだけ。あ、わかった。サッカーじゃない。選手。岡崎決めた。選手。あ、目からブブゼラか。うわー。あー。俺ら高校生の時の。そうだね。それ。ワールドカップでしたっけあれ。あの時に岡崎選手応援してる時のツイート。うわー、高2の時だ。ありがとうございます。おっかざき。おっかざき。やっとなんだ。岡崎選手もっとええのだよ。ありがとうございます。うわ出たわ。もう終わったわ。いや結構クリティカルな終わりじゃない。ねえ、ここでもないし、しマジで1個だけポーンってあるやつ気持ちいいね。気持ちいい。シンプルにこういう挑戦もいいですね。いやこれねちょっと盛り上がりますよね。ねえ。いやでもクリア。ありがとう。またこういうゲーム思いついたらね、はい、やりましょう。はい、また次回動画でお会いしましょう。シンプル。そう、思いついた。思いついて、お検索したんですよ。いやもう造語なんですけど、アビン・ラモスって思いついて、おそしたら打ち間違えちゃってアバン・ラモスって検索して、うん、したら一件でした。何やったの。何やったの。何やったの。おー、えー、OL 救世だな。めっちゃ泣いたわ。